撃部隊を殲滅してください。はい、どうもシルビです。こんばんは、おはようございます、こんにちは、こんばんはな人もいろいろいると思うんですけども、今回は宇宙ソロモン、初めての実況プレイソロモン、なんか試合がいきなり始まってるんですけども今マッチングしたばっかでいきなり参戦になってるっていう、この何もわからない状態の始まりプレイです。味方も分かれまって気も分かんない、たまにありますよね。これ誰か抜けたんでしょうね、ソロモンが嫌だからっていうので、そこに私が入ったみたいな感じになんだと思います。FPS とかね、対人ゲーで割と多いんですね、この苗抜け。おすすめしないですね。なんかそんな、やっぱり階級的にパッと見た感じ、なんか場違い感があるんですけども、これはもしかしてって感じですけども、頑張って、せっかくだから1試合楽しみましょうっていうのがありますけども、まあ純粋にね、停電したとかそういうのもあるかもしれないので何とも言えないんですが、ただこれ今多分なんですけども、これあの階級、変な階級、下の階級の試合に入ってますね。なぜならゲルググがいない、この初動にいなさすぎるっていう、多分そんな気がします。はい、でいなくはないんですけど、圧倒的に数が少ないですね。敵も多分だからプロガンが少ないんじゃないかなっていう気がしますよ。これマッチング仕事しろよって逆バージョンですね。これたまにこういうのあるんですけど、どうかな。やっぱりマッチングは大事ですね、このゲームね。その階級によって、階級で何が違うかっていう期待だと思います。そのフルマスケのレベル75のですね、レベル75への期待とか持ってないっていうのはやっぱ多いんじゃないかなっていう。ちょっとこれまずいんで逃げましょう。あ、そんなこと言ってれば死んでしまった。6取られましたね。6は注意って、なんですね。もう8は十分しているんでね、6にできるならば、個人的にはね、この X と Y の2拠点の場合だったら Y が下のパターンが好きですね。8と7のあたりのコンテナを挟んだんですね。戦いが割合好きです。さあ、まあ味方も来てるんでね、これは大丈夫でしょう。ライン戦に発展しましたね。しかもこっちがかなり押されてますね、これね。ミサイルのおかげでね、当時最初はずっとこのガンキャノンしかいなかったんですけども、割合ね戦いやすくなりましたね。だけどまあなんかカスあたりですね。ミサイルか、そうなんです。超撃ってますね。でもそんなやってないですね、実はね。相手も多分このスピードは M なので、M 型でしょうね。やっぱりですね。お、減るな。あれが噂のジムコマンドライトアーマーってですかね。そんな気がします。びっくりしました。あ、だけど盾持ってましたね。ジムコマンド宇宙版？まあ、ジム、本当にジムは分かんないですね、その差が。 Y に忍び込む、しかしなんかゲージの差が、そんなに Y を殴られてるわけでないのに減ってますね。これ何なんでしょうね。大破しまくってるっていう感じなんでしょうかね。割合この差はちょっとひどいかなっていう気はするんですけど、ね、何なんでしょうね。階級とか一切見ていってないんで分かんないんです。もったいないですね。今ねブーストチャージ、オーバーヒートしてたの。ただ敵の動きの方がいい感じはしますね。だから多分相手の方が階級は高いんでしょうね、こっちに比べて。
て急ザクだ。オーバーヒートしますね。少し緊張がほぐれてきたな。はい、今のは出ルームファウスト出噛むんです、あれ言いづらい、なのでファウストで四季もいないんでね。敵さんこの下にいますね。あれいたと思うんですが、いましたね。少し緊張がほぐれてきたな。壁越しに敵がいっぱい。ワイ入ってますね、俺ね。ワイ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 まずい、止めて止めてって感じですね。あ、だけど歩兵戦を始めてやられて、おー入られて、てかゲージ差がちょっと笑えないですねこれね。なんだろうこれ、敵の方がプロガン多いからやっぱ階級の差があるんでしょうね。だいぶあるような気がします。だから抜けれないって感じですね。まあ自分は頑張ります。本当に階級が自分だけおかしいので、抜けるとこういうなんかマッチングがおかしくなるんですね。なのでぜひともですね、あんまり味方としても敵としてもやめた方がいいと思います。そういうプレイは当たんないですね。失敗している。ダダダっていういいですね、ミサイルね。この合間にチャージバズーカの合間に格闘狙ってますね。さて6は取っているのでここで回復をして、5からのに備えたいですね。5から直接 Y に来れるので。しかしなんか味方がすごいやられてるイメージですね。頑張れ味方、うん、そんな気がします。あとでちょっと階級見たいくらいですけど、ね、敵と味方の。さてさて、まあそれを置いといて、開いちゃいましたね。さてこれどうしますかね。ここで やっぱ敵にいますね。みんな Y やばいよ、 Y やばいよY 戻ろあー入られてる、戻りましょう、マップ見てって感じですね。8とかいいからっていう、階級の差は何が違うのかっていうと、やっぱり対応力っていうのもあるんですけど、マップを見てるか見てないかっていうのはすごいあると思います。そのマップをなぜ見ないのかっていうと余裕がないんですプレイに、なのでマップが見れないっていう感じなんだと思うんですけどね。多分だから極力マップ見るようにした方がいいです。ちょっとこれはひどすぎる、階級差が多分だいぶありますね。敵がガンガン来てますからね。来られすぎじゃないのかっていう、マップを見よう、みんな見よう。そしてこいつはちょっと俺を見すぎじゃないかっていう、あ、一人称はたまに俺になっちゃう、失礼しますですね、極力爆散、極力私を使おうと思ってたまになっちゃいますね、うん、やっぱりそのマップチェックは重要、このゲームものすごい重要だと思います。今のもあの味方が切り出したのは殴られてからっていう感じですからね。やっぱりその階級が高くなると殴られる前に来るっていうのがしっかりありますので、やっぱり見てる差が違うのかなっていうですね。極力どんな時もマップを見るような癖をつけた方がいいと思います。そうすると今みたいのも早めに対応できて本拠地を殴れることもなくですね、あるので、そういう細かい部分での差が階級とかですね、プレイヤースキルの差になっていくんじゃないかなっていう気はします。
今回もですね、これ左側誰も行ってないですね。敵が来るので左側もチェックするっていうのが重要です。前に行くけれどもっていう、そういう意味で あんまりそのこういうマッチングすることほとんどないので、私としても新鮮っては新鮮なんですけども、やっぱりですねそういうところで差は出てくるのかなっていう気がしますね。というか敵の方がやっぱ圧倒的に回避が高い感じですね、これね。武装とか。わい、見よ全然見えてないですね。うわーって感じです。多分マップも把握してないのかなっていう気はします。ちょっと、多分敵と味方のこの階級の差がすごいことになってるんじゃないかなと。まあ、それが初動の、ゲージの差にもつながってるんじゃないかなっていう。破壊されてしまいました。マッチング本当に仕事しろよって感じの試合ですね、これはね。いいですね。今回は、前回の動画でお伝えしたフレーム FPS っていう 1秒間の秒間コマ数ですね、がだいたい40ぐらいなので少しいいですね。そのせいか、まあ、割合 F も当てられやすいかなっていう。さあ敵が下がっていっちゃいましたね。お、ブーストブインっていう、オーバーヒートしたらね、確実に格闘なり何なりを決めていきましょう。やっぱ隙だらけになるので、今見た感じだとやっぱり苗抜きをしてる人が他にもいますね。もう今一周辺に N っていう赤丸があると思うんですけども、これは NPC の N です。なのでたまにその途中で、まあ、抜けたんだろうなっていうのが分かる感じなんですけども、NPC が5人ぐらいになるとですね、さすがにちょっとどうしようもなくなってきてしまうので、できればそういうプレイは控えてですね、ぜひ今後のためにも経験のためにも最後まで戦うっていうのを意識してほしいですね。などと言ってる間にこのちょっとやっぱみんな慣れてないっていうのが全体的に出てきますね。拠点がここしかない、どうしようかなって感じですね。ちょっと手が厳しい。しかも5人アムロかながいるので、で指揮官もいないので補給官が出ず宇宙行きも出れないっていう、打つ手なしっていう状況ですけどね。だからどうしましょうって感じですね。あれ多分4周にいる人4取れねえじゃんっていう、てか4なくねみたいな感じなんですけども、そこ4宙行きですからみたいな感じなんですよね。地表ですよっていう迷ってる感がすごいですね、みんなのね。まあマップの確かに演習もマップを選べないので、ごめんなさい、バックしちゃったね。そういう意味でマップを覚えるっていうのが実践じゃないとできないっていうのは今現状のね問題点の一つかもしれないです。できるんですけど、ソロモンが毎回出るわけではないのでちょっときついですね、これね。ありがたいんですけど、そこで回復するのはちょっと自殺行為だと思います。ここも攻撃されるかなって気がしますけど、ね、どうしたもんかなって感じですね。敵は全部もう5方面から来るのはもう侵入経路が1から中域出ますかね。5と1の右側の通路から来るかなって、ものすごい数来てますね。そういう中でもちょっとリペアからしっかりと狙っていきたいですね。砲丸なんで壊していく、そうすればリペアで修理されることもないので。またあれオーバーヒートしますね。しっかり狙いたいんですけど、結構 F 型はぶれますね。
移動していると非常に感じます。今何を探しているかというとリペアプットなんですけども、すごいブンブンまでですね。これで届きます。あ、届かない。あ、届かない。今届いてたんですけどね、個人的にはね、今届かなかったです。すごいな、やりすぎじゃないのかという気はするんですけど。あー、切られる。危ないですね。ブーストオーバーヒートしますから、このまま転びますね、あれね。回復してくれるのはありがたいですけど、ちょっと危ないのでここは避けたいですね。そうそう、自分の弾がなくなってきましたね。あ、まだあるかな。またバズーカをね、稼ぎたいんですけど。お、ライトアーマーがビームガン持ってますね。金武器限定でしたかね。金石ケース限定。醤油さん。それで、くしゃです。ちょっとチャージ、ビームライフルがめんどくさいですね。あ、ガードカストにガードされましたね。さあ、とこれをちょっと下がって。弾が欲しい。弾が欲しいけど、ない。これ回復してくれるのかな。してくれ、弾がないので、ちょっと戻りましょう。バレないように。もう、こうなってしまうと、あ、強襲感が出てますね。中域の6を、ただエースがいる。ソロでね、取るにはね、エースがいるとちょっと厄介ですね。この点差はちょっとどうなのという気はするんですけど、明らかにやっぱり階級が違うところに放り込まれましたね。うまくいったわね。あれ、リロードがされない。2位取りましたね。じゃあ一矢報るためにも、2から A を目指してみましょうかね。2から本音言うと B なんですけども、入り込むといいのは A なので A 行ってみましょう。残り3分です。3分です。おお、取られてる。あ、敵の反応が早いですね。だけど彼は分かっていた、どうすればいいのかを。で、こう3人相手はめんどくさいので、ここでねしっかり当てていきたいですけど、なかなか避けるのがいいですね。加工をうまく使う、中級はね、それ重要ですね。外しすぎだろっていう感じですけども、ちょっとしっかりしよう。ドアラちゃん、ミサイル、痛い。ちょっと囲まれすぎてますね。多すぎじゃねっていう感じもするんですけども、あれ、抜けづらないですね。もうバックで死ぬだけど粘る、頑張る。オーバーヒート、お疲れ様でした。一心くるみたいなね、なかなか難しいですね。やっぱり階級を見ると召喚の数が全く6位までいないので、おそらくこれは左官ないしはそれ対とかそういうところでしょうね。まあそういうのもあるんだなという感じですけど、まあそれはいいんですけど、多分これ敵は割と階級が高い気がしますね。動きが味方と敵の基本的な動きを見ているとだいぶ差があるんじゃないかなっていう気がします。機体もパッと見でプロガンとかもいますしね。そういう意味でちょっと残念ですね、そういうマッチングは。せめてその階級がそんな高くないうちはある程度ですね、隔たりのないマッチングをしてほしいものですけど、今は割と無慈悲なマッチングが多いので、その初心者とか始めたばかりの人がやめてしまうんじゃないかなっていうようなマッチングが多いですね。あれはちょっとどうかなという感じがします。どっか行ってる間に、まあそれなりに戦えてはいるかなという気がしますけども、そんなに敵も高くはなさそうなんですけども、
まあ味方の平均階級と敵の平均階級を比べたときやっぱ差が出るかなっていう感じの試合ですね。あと10秒っていう感じの試合でした。すごいね。赤い僕らのアイドル赤いで銃撃来るとはなかなか熱いですね。さて敵の階級は注意か耐えぐらいじゃないかなっていう感じですね。そんな感じの試合でした。見たこともある名前もほとんどいないので、個人評価の報告です。中佐、高いな、思ったより高かったですね。多分こっちは中尉とか大尉とか医官、いわゆる医官と言われる人たちが中心となったチームなんじゃないかなっていう気はします。やっぱそうですね、そんな感じですね。敵はやっぱさか召喚まで出ますね。これはちょっとマッチングにちょっと問題があるんじゃないかなという感じでしたというような試合でしたね。なんか巻き込まれた感が、いやというよりも一番巻き込まれたのはこのここに参加したみんななんですけども、もうちょいね隔たりのないマッチングをですね期待したいですね、というような試合でした。初めてのソロモン、今度はですねまた違うマップを見せればな、お見せできればと思います。それではどうもありがとうございました。